カナダ民族、レイブンちゃんが光を盗みます。長い長い時間前、光がなく生まれた世界があった。その暗い世界に住んでいたとあるの鳥がいました。彼女の名はレイブンちゃん。レイブンちゃんは可愛くてやんちゃな森の子供です。彼女は他のすべての動物のいたずらを引き起こすのが大好きです。しかしそれはいつも暗いので、彼女は難しい生活をしています。彼女はいつもトーテムポールに墜落した、または大きな池に落ちる。時々彼女はどのキノコが毒であるか安全であるかを見ることができません。結局彼女はいつも腹が痛む。レイブンちゃんは悲しい。彼女は暗闇がなくなることを願っていたので、森の友達たちと再び遊ぶことがしたい。光が欲しいんです。ある日、彼女は空に輝く光線を見た。輝きは彼女の家から遠く離れた島から来た。あの島の名はファーストサンクチュアリと呼ばれました。あれは聖なる巨人、竜、古代エルフの国でした。国は多くの宝を持っていました。あの国の最大な宝物は太陽でした。この時間、レイブンちゃんは美しい計画がある。あのやんちゃな森の子、隣人から光を盗みます。必ず、ふふふ。